はい、どうも、ツボです。ガチャ開封。中身は、こちら。宿命切符。あなたの宿命、切符が導きます。続いてラインナップ。富豪、才能、美貌、魔法、闇気、逃げ、恋、平和、英雄、未知、そしてシークレット2つ。以上、全12種、300円でーす。ずらっとね、こんだけ種類あるけど、気になるのがね、魔法ね。なんでこのイリュージョン戦って。何、魔法が使える宿命にあるってこと？いや、よくわかんねえな。俺、未知っていうのも謎だよね。あなたの宿命わかりませんってことなのかな。で、このシークレット2つもめっちゃ気になる。ポジティブなことが書かれてんのか、ネガティブなことが書かれてんのか気になるよね。でね、今回2回やってきました。じゃあまず1個目。中身は、こちら。おお、英雄。うわ、マジか。これは嬉しい。あざっす。いや、僕は英雄ってことでしょう。いや、ちょっと照れるなぁ。じゃあ2つ目。中身は、こちら。いや、言ってたやつ。出ちゃったぁ。いらねぇ。じゃあね、それぞれ開けていきます。はい、こんな感じでーす。何この組み合わせ。大外れと大当たりの組み合わせやん。一つ一つ細かく見ていきますか。1たす1は0。はてな。ただ間違えとるだけやん。X 区域宇宙人無料。あなたは宇宙人ですよ、つってんのかな。ちょっとよくわかんないわ、これ。続いて英雄。遅れて現れる線。1160円区域。1160円。なんか意味があんのかな。で、あ、ここにも書いてある。勇者無料。ということはこれを手にした人は勇者ってことなの。まあでもよくよく考えてみる、漫画の主人公とかって1たす1も間違えそうなおバカばっかじゃん。ということはまあ組み合わせ的にはこれバッチリってことか。いやーでもやっぱシークレットめっちゃ気になる。皆さんもね、これをゲットして自分の宿命を占ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は宿命切符ガチャでした。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。